旧社屋天使の羽株式会社製版は、兵庫県辰野市に本社を置く、各種カバンの製造、販売を行う企業である。社名は、カバンの製造イコール製カバンを縮めたのと、同社が本社を置く、兵庫県の辰野市が、西春間地域であり、西ハイコール、生と呼ぶことなどのダブルミーニングから来ている。創業者で、室津出身の泉亀吉が、1919年に、 大阪市で、張間地方で算出された比較をもとに、カバンや財布、キセルなどを製造する会社を設立する。その後戦後の混乱期を経て、本社を水戸町に移転し、1946年よりランドセルの製造を開始する。その頃からのランドセルの老舗メーカーであったが、2003年に世界で一番軽くて丈夫なランドセルとして、 ギネスブックにも登録された天使のワネを開発、上司したことで一躍西張間地方からその名を全国に知られるようになる。ランドセルの最大手メーカーであり2016年時点では国内シェア約50%を占めている。また新たに6年間最も軽く感じる垂直角を維持できるクッション形状、セミネを開発。さらに肩ベルトの一部に 形状保持プレートを内蔵し、フィット感をより向上させた、ヒネピタも発表した。天使のワネとは元来、肩ベルトの付け根に、羽根の形をした樹脂を内包させて、ベルトを立ち上げることにより、背負った時に、ランドセル本体の重心を上に上げる効果をもたらす、機能の名前であった。今では、ランドセルの代表的ブランドとして認識されるになり、ランドセル売り場でも、 天使の羽を商品名として求める顧客の姿が見られる。本社と工場は一貫して、兵庫県西張間地方を基盤としており、またナショナルブランドの販売については、大阪に事務所を置くグループ会社の 3i コーポレーションで行っている。その一方で、大人用のランドセルをドイツ国内限定で販売するなど、日本以外の国でも事業を展開している。 2019年の創業100周年を機に建設を進めていた本社工場、セイバンスマイルファクトリーが2020年タツノ市内に完成。工程の一本化による効率化を図るとともにランドセルコンシェルジュを廃した直営店舗1階の工場を2階の窓から見学できるスペース、ミュージアムも併設された。その他人口比較などの材料は人体に悪影響を 与えない、燃やしてもダイオキシン類が発生しないものを選び、肩ベルトには防犯ブザーを取り付け可能な金具も付けたり等、子供の健康や安全を考える保護者の意見に応えた商品開発を行っている。もともとはケーブルテレビ等のアニメチャンネルより CM 展開を始めた同社であるが、近年では関東地区の民放でも平日に CM が放送されている。 2004年より入学準備需要シーズンの時期には民放各局のゴールデンプライムタイムに放送される全国ネット向けテレビ番組のナショナルスポンサーとなるのが慣例となっていた。最近ではランドセルの購入需要が前倒しになっている傾向もあり、6月から11月までの間、日曜朝のテレビ朝日系列アニメ番組に提供を行っている。 在阪テレビ局制作のテレビ番組での提供が多いが在京テレビ局のテレビ番組でも提供している。ありがとうございます。